長寿達みは、新末民発の政治家。字は、次三、郷は無保。法天府鉄霊県出身の官軍政愛基人。新末に、地方官を歴任し、特に東三省総督時代は、新外革命勢力の抑え込みに成功した。新外革命後は、遠政外、断基随政権下で、新思考編算の主観を担った。父の長文英は、新思出身だったが、 地方官として赴任していた際に、太平天国軍の侵攻を受け殉職している。兄は、長治信。弟は、長治豊か、長治厚む。弟の長治豊かは、侵害革命の際に、死戦総督として、生徒に赴任中に、革命側に殺害されている。著作には、平安新編、長留斯攻略等がある。聖教将軍に就任した時期は、 ワバンの乱とそれに引き続くロシアの東、賛成占領、さらに日露戦争に伴い行政組織や地域、そのものが非常に混乱した中にあった。しかし長は、馬族の基準を促すなど、治安の維持に力を注ぎ、さらに東山省へ流れ込んでくる、漢族流民への農地を確保し、財政を安定させることに成功した。また、侵害革命時の動乱期には、 基準した元馬族の張作林を活用して革命派を弾圧し東三世の治安維持に成功するなど実務家としても非常に優秀であった。長時達みに抜擢された張作林は生涯にわたって長時達みを死として敬い自分の三女の長ふとろ瞳を長時達みのこの長高した魔物に嫁がせている。晩年は 新思考編纂に携わるなど学者としての側面も見せるが、動乱の時局が十分な構成時間を許さず、完成した新思考には年号、人名等の誤りが多いと言われている。また、新思考そのものも、長時辰つ未死後に発生した新思考の内紛によって、流天の運命を辿ることになった。ありがとうございます。